集まれ、ファイストアニマル。はい、というわけで皆様こんにちは、ナオでーす。というわけですね、今回はね、もう早速いくんですけど、タイトルにも書いてある通り、魚あるじゃないですか。まあこの、まあここら辺にいる魚ですね。まあ海とか川で獲れる、動物の森の魚、これをね、フルコンプするまでに一体何時間かかるのかっていうのをね、検証していきたいなと思います。まあいわゆる、まあ、RTA というよりはタイムアタックですね。はい、まあ、そんな感じでちょっとやっていきたいんですよ。男の動物の森って多分そうだと思うんですけど、まあ、俺の部屋一回見てみる。俺の部屋ね、一回見てみれば分かると思うんですけど。まあ、で、これです。これ。僕のこれ部屋、こんな感じですね。興味あるんですよ、この内装を整えるのも。でもね、やっぱりそれより、この魚とか虫とか、そういうのコンプする方がね、多分ね、男としてワクワクすると思うんですよ。というわけで、今回、魚を、タイムアタックで何時間で集められるのかっていうのをね、やってみたいと思います。で、今回タイムアタックをやる上での、条件をいろいろ言っていきたいと思います。まず1、自分ね、1回もう、この動物の森ね、リセットしたんですよ、この動画のためだけに。マジで結構ね、ちゃんとしっかりやってたんだけど、リセットしました。で、リセットして、島クリエイトですね。島クリエイトができるところまで持ってきました。で、博物館建てるときに、15種類寄贈しないと、なんか博物館建たないんですよ。で、島クリエイトが手に入んないんで、もう15匹ほど、何か少しいます。何か少しいます。語彙力なさすぎでしょ。タナゴ、オイカワ、フナとか、ここに載ってるものだけはもう、すでにね、寄贈されちゃってるんですよ。だけど、こいつらももう一回、釣らないといけないっていう、そういう設定で、やっていきたいと思います。それで最後に、全部寄贈して、そこでタイムアタック終了。という感じですね。で、島クリエイトを手に入れてるんで、今ね、これ、右下で、右下で見てもらえればわかるんですが、地形をめちゃくちゃ改造してます。まあ、一回地形紹介しますね。まあ、こんな感じで、まず最初にここに、海がありまして、魚を取るためだけに改造した島です。マジで、改造してます。で、こっからが川になってます。で、ここがため池です。この4つがため池。おいおい、お前ら2人でため池釣ってんな、お前。確かに俺がさ、島クリエイトでめちゃくちゃ改造したのが悪いけど。ちなみにこの島、ブスしかいません。あんまりそういうこと言わない方が、多様性に富んでます。はい。で、こう川が続いてまして、次、崖の上判定の、魚なんですけど、崖の上はここに、こういう風に崖の上でね、崖の上のなんか貯水池みたいなのを作ってます。ここで崖の上のやつらは釣りたいと思います。で、こっから、まあ、川判定がこうやって続いて、で、こっち側に行きます。で、ここにちょっとごめん、今言っといてんだ。で、こっち側渡ってきて、こっち側も海で、で、あれですね、橋判定の、マグロとかのやつは、ここで釣るんで、まあ、ここにありますと。っていう、今、こんな感じの島になってるんで、こちらでね、タイムアタックをしていきたいと思います。で、今回、事前に、釣り竿は、40本ぐらいですね。釣り竿は事前に40本で、巻き餌がね、確かに30個ぐらい作ってあります。で、こっから単純に、ゲームをしている時間でタイムアタックを行っていきたいと思います。ここからもうフルコンプまで、マジずーっとやっていくから、本当に。こっちの世界は、12時15分。あ、これはもちろん時間をどんどん変えていきます。うわー、タイムアタックってやるとやっぱめっちゃ緊張するね。いや、でもなんか、5時間ぐらいで終わらせたいな。うん。ちなみに今日キャンプサイト誰が来てるの？いやね、実は僕レイニーが大好きなんですよ。カエルのレイニーが。ねえ、この島ちょっと俺のお気に入りがいないんで。こんにちは。なんかすごいね、そのなんかパーカーみたいの、俺なんか高校の時に付き合ってた彼女にそういうのもらったわ。はい、というわけで、今からタイムアタックを始めていきたいと思います。というわけで、タイムアタック、よーい、スタート。よし、始まった。まあ、まずね、1匹目とか、これはもう絶対、あ、こいつですね、記念すべき1匹が。あー、ちょっと下手なんだよな。やべ、めっちゃこれで時間かかりそう。ちょ、待って、あれ、俺下手？ちょ、あ、来た。来てない。ちょっと待って、ちょ、飲むよ。ちょっと待って、これで1分ぐらい持ってかれる。
記念すべき1匹目はこいつですね。おクリオネだ、いいね、かわいい。記念すべき1匹目、こいつは寄贈してあるんですけど、まあ、一回取ったやつもね、もう一回取っていくっていうことなので、やっていきたいと思います。そんな感じで。河口付近になんかいるね。ちなみに、なんか、調べる、その、魚、どの時期に調べるみたいな、調べる時間は、カウントしません。タイムアタックには。ワカサギ、あ、いいね。この時期の、まだイエローパーチとかなんか釣ってないような気がするんですよね、俺。うわー、え、もうダブリ早くない？もうダブリはちょっと早くない？今はさ、ちょっと10連続ぐらいで新しいの釣りたい。あ、船ね。オッケーオッケー。え、現在3匹ですね。うえー。あ、いいね、いいね、追い川。今4匹目かな？あー、桟橋の方。1月でさ、なんか橋の付近で釣れたっけ？レア魚っていうか。とこっち、あ、でかいでかい、この魚影。俺ね、おいでよ動物の森、あの DS の時の動物の森めちゃくちゃハマってて、でその時もやっぱりフルコンプっていうか金シリーズを集めるのがやっぱり一番の目的だったんですよ。あ、待って、あ、やっちゃった、うっかー、さった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 。そうそうそう、で、あのその金シリーズを集めるのがその自分一番大好きで、でもう海とかめちゃくちゃ釣ってたんですよ。島クリエイトとかないからさ、本当にずっと運だけ、アサリとかもないじゃん。だからマジで運だけで釣ってたから、そう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 、鈴木めちゃくちゃ釣れてさ、本当にまたお前かーっていうあのセリフ、もう多分ね、やったことある人ならわかると思うんだけど、またお前かーってあのセリフね、もうめちゃくちゃ多分頭にこびりついてますね。イカ、いいね、ゲスト、なんか説明文みたい。あー、またやっちゃった。息を吸うように下ネタ言うやん。喋りながらやっぱ集中できねえな。オッケー、アジアジ、いいね、オッケー。アジフライってさ、うまいよね。スズキよりは小さくてちょっとでかい、この感じであれでしょ、タイとか。あ、カレーだ、カレーと見た。あ、ほらカレーだね。これはなんだろうな、このサイズはタイとか。オッケー、くそった、もう長靴さ、長靴海に捨てるやつとかマジで俺処刑するよ本当に。さっきね取り逃がしたやつだよこれ多分。あー、オッケーオッケー、鈴木いいね。今開始6分ぐらいだけど、なかなか順調に、まあ、あのめちゃくちゃ釣れるやつだけどね、なかなか順調に集まってきてくれてますね。初めだし、やっぱこれぐらいのペースで集まってくれないときついっすね。来い来い、ブラックバス。ああ、やっぱりね釣りで、ね、上級者になってくるとね、あの魚影何みたいなね、もう分かってきますから。だいたいね、俺もう次のやつ絶対外さないから。この大きさはだいたいこれ多分中のサイズだから、これはねカレーと見た。これは多分カレーっすよ。あ、イカ。やめようかな、このゲーム。そもそもっていうかさ、準備はまあ、ちょいとしたんだけどさ、しっかり準備してないからさ、1月に何が釣れるとか全然わかんないんだけど、とりあえず釣りしてるわ。ほい。ワカサギね、うまいよね、ワカサギね。うん。ちゃんとね、崖の上の、ここもね、ちゃんと川判定になっているっていうことをね、しっかり確かめてますからね。うえー、一発でくんね。あ、いいね。タナゴ。これもまだ釣ってないね。オッケーオッケー。ちなみに今、俺が釣りしてる、この左側にあるこれ。これね、うんこではありません。これ粘土です。オッケー。イカ多いな。ゲッソン。あ、アンチョビ、アジ、ふぅ！こいつとりあえず釣ったら、一回タイマー止めて、調べます。ここです！クール、アンウェイ！ちょっと一回、止めて調べます。
はい、というわけでですね、ちょっと今調べてて分かったんですけど、俺めちゃくちゃ今バカなことしてて、1月までっていう魚いないんですよ。2月までがこのワカサギで、3月までってやつが結構いっぱいいるんで、これ、だから終わりの時期のやつを釣れたら次の時期行くみたいな、そういう風にすればいいんですよ。なんでもう1月飛ばしていいんですよね、これ。2月までがワカサギなんで、ワカサギもう釣っちゃってるんで、3月に飛びます。はい。というわけで、2ヶ月間この島から、タイムリープします。はい。はい、というわけで2ヶ月間引きこもり、3月になりました。おいおい、トタケケ、トタケケ、雨の中お前さ、雨の中お前誰も観客いないんだからもうさ、とりあえずもう入れよ、市役所に。お前、すごいな。ていうかさ、天気雨じゃん。ってことはさ、雨ってシーラカンス釣れるよね。あ、シーラカンスちょっと狙っていきたいですね。イカかよ。トイ来た。え、やった、ナイス。いやー、ため池全然魚影ないね。ちょっとため池のやつが苦戦しそう。もう一個ため池増やすかな。ちょっと川魚がね、少ないね。地味に川魚は全然吸ってないんで。投げグッズン、おい、来い、新しいの卵。あ、土壌いいね、土壌初めてです。ちょっとそいつ俺の獲物だから取らないで。もう隣で見せてやるよ、華麗なおさばきを。これよ、見て、ほら、ねえねえ、邪魔なんだけど。イエローパチやった。3月は厄介なのは伊藤ですね。伊藤が3月までなんですよ。なんでその伊藤が、どうにか早く釣れるかにかかってますね。本当クリオネはもう3月はお前もう引っ込んでろよ。ポケットがいっぱいになっちゃったので、一回売りに行きます。あ、その前にさ、寄贈してった方がいいな。その前に寄贈していかないと、俺多分売るんで、寄贈してないやつとか、そういうミスをし普通に犯すやつなんで、ちょっと寄贈してから売りに行こう。うん、ふーた多分あれだね、博物館建てた以来に喋った。で、今回時間短縮のためにもちろん、全部急いでるんでと言います。ちょっと今調べたんですけど、PM4 時から、伊藤が釣れるらしいんで、で伊藤を今回釣っとかないとちょっとまずいんで、伊藤を釣り終えたら3月を移動するっていう感じになりますかね。というわけで時間変えてきました。こっから、まだ雨が降ってるんで、シーラカンス、伊藤、それチョウザメを狙っていきたいと思います。ゲット！でっか、なんかでかいとやっぱ釣りたくなっちゃうよね、普通に。え、待って、来た。え、あ、竜群のつがい釣れるの。ナイスナイスナイス。え、嬉しい。あ、そっか。いや、こういうのも釣っていかないとダメだな。よかったよかった。いや、ありがてえありがてえ。あ、来た。こいつ初だよ、もう。よし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 。お、やった、錦鯉だ。ラッキーラッキー。いや、今回さ、つもり崖上判定っていうのがあるからさ、この上の、でかい魚影じゃないと、崖上じゃないと。だからこの崖上ででかい魚影が出てくれると伊藤の確率が高いと。ポーナーポーナーナナゴ。あ、待って、めっちゃでかい魚影いるよ、桟橋に。頼む、なんか来てくれ。あ、オッケーオッケー。これでカレーだよね。うん、カレーが釣れましたと。オッケーオッケー、いい感じ。ゲット。9時にしている理由、今ね夜の9時なんですけど、9時にしている理由、こっからデメニギスが釣れるんですよね。で、デメニギスも釣ってしまいたいんで。ゲット！カタツムリがいる。かわいい。あ、来た！よし、ナイスナイス。うぐい。よし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 。ダジョウ！プンナ！プンナ！タナゴ！ダジョウ！タナゴ！ダジョウ！デメニギスだろう。はぁ、デメニギス。やっぱレア魚厳しいよね。お、やった、初めてだ、どんこだ。よし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 。崖上でめちゃくちゃでかい魚影があったら、多分このサイズじゃないと思うんだよね、伊藤。めちゃくちゃでかい魚影なんだよね、きっと。もうそれがいたらもう確定でしょう。
うわ、ブラックバスでか、行へ。よし、というわけで、寄贈もしてチェックリストにもチェック入れたんで、あ、そっか、たぬき商店やってないんだ。あ、でもそっか、たぬき商店やってない、こっちで買い取りでやった方が早いよね、多分。ため池ね、全然釣れてないんですよ。なんだ、おたまじゃくし。あ、待って、え、あれあれ、ゴールデントラウト、え、ゴールデントラウトって、え、あ、マジ、え、確かめ結構レアじゃない、ゴールデントラウトって。いや、いいね、ゴールデントラウト釣れたのでかいわ、めちゃくちゃ。その大きさは何、あー、ゲソ、デメネギスチャンス、デギ、デメニギス、デメギニス、デメニギスやね、これ、あれ、デメニギスってこの、こっちの大きさだっけ。あ、この見向きもしない感じ来たんじゃない、これ、デメ、あ、この見向きもしない感じ、君ちょっとデメニギスなんじゃない、これ。あー、デメニギスしよう、これ。おい、待って、マジだ、あ、嬉しい、嬉しい。デメニギスってさ、結構レアじゃなかった、なんか1万5000ベルとかで売れるようなさ、かなりレアな魚だよね。このままだと伊藤もなんかあっさり釣れちゃうんじゃない、なんか。グーイ、卵多すぎ。いやー、これもしタイムアタックちゃんと終わる、無事達成することができたら、あの、虫編もやろうと思ってるんですけど、多分圧倒的に虫の方が大変なんだよな、きっと。多分ね、こっちの方が楽だと思うんでね。おし、ナイス、濃いです。オッケーオッケー、釣った釣った。もう海は続々と逃がしていこうか、釣るんじゃなくて。あー、結構でかいのいんな。ウクイか、またでかい魚影発見。あ、待って、お、な、やった、よっしゃ、よし、いいぞいいぞ、ヤマメ。うわ、結構幸先っていうかいいんじゃない。え、だってヤマメとかかなりレアだよね。糸釣れねえかな、この調子で。タナゴ、フナコ、タナゴ、タナゴ、そろそろタナゴにブチ切れそうなんだけど、どうしよう。お、やった、え、あ、この時期釣れるんだ、チョチヤンコ。ナイスナイスナイス、結構新規釣れてるよ。あれ、意外と釣れるんだね。いや、チョウザメも釣りたいな。これチョウザメじゃないっしょ。チョウザメも多分めっちゃでっかいよね、魚影。うごい。あ、え、お、チョウチンアンコ。え、待って、結構チョウチンアンコ釣れんだね。チョウチンアンコよりブルーギルのが釣れてんだが。ていうか、1時間経った。やっぱそう簡単に伊藤とか現れないよな。崖上、まず1匹目。いいし、マキコさん、ご当選おめでとうございます。来い、なんか新しいの。ふん、ガシャコ、パナップ、パリパリ、ミルフィーユ。いやー、でもやっぱりさ、ほんと、今日中中に、この天候の悪い今日中中にさ、もうシーラカンスと伊藤ね、釣っちゃいたいよね。あとね、なんか今確認したらね、大イワナもどうやらね、あの、釣れるようなんで、大イワナもね、取ってきちゃいたい。あー、ミスった、今ね、ちょっと、タイムアタックしてたんですけど、ちょっと外せない用事ができちゃって、少し、1時間ぐらいちょっと止めてたんですよね。だから、今ね、リアルの俺の時間が9時半ぐらいなんですけど、大丈夫かな、今日中中に終わるかなっていう。あー、ブラックバスか、結構でかいと思ったんだけどな。なんか確か大イワナとかゴールデントラウト系が中ぐらいのあれだったんですよね、魚影。これで大イワナが釣れてくれると、すごく時間短縮になる。うわぁ、ウグイかぁ。土壌かぁ。うわぁ、釣り竿結構壊れんな。なんか40個作ったら、なんか余りそうな気してたんだよ。鉄鉱石もったいねえなとか思ってたんだけど、いやぁ、釣り竿50個ぐらいいっちゃいそうだね。普通になんか50個以上使うか。河口付近のでかい魚影。あー、これでかくないか。あー、鈴木っぽいな、この大きさ。だよねー、鈴木だよねー。これも鈴木か。あー、鈴木だね。あー、これ結構でかくない。うわ、やべえ、鈴木パレード来てる。もう俺の友達にも鈴木3人ぐらいいるわ。え、タランチュラいいんだけど、あそこ。え、ちょっと待って。え、タランチュラって3月もいんの。え、やばいやばい。欲しいけど今そんなこと言ってる場合じゃねえ。なんせ俺のポケットの中に、だって釣り竿しかねえからな。ペチペチ叩くことしかできねえ。川の魚影は逃がして。あー、これ結構中くらいサイズじゃない。来い、大イワナ。あ、え、ゴールデントラウト。いや、いらねえ、いらねえ。もう釣ったんだよな、ゴールデントラウト。だってこれ1万5000ベルすんでしょ、ゴールデントラウト。
やべ、1時間20分か。マジでシーラカンスと伊藤が釣れる気しね。どうしよう。明日普通に予定あるって、俺。待って、これでかくない？これめっちゃでかくない？あくっ。使いか、お前もいる。お前もいる。あのサイズか。了解了解。待って、でかくないあれ。あー、なんかブラックバスくせえな、振動が。あー、なんかね、プロコンでやってるんだけど、プロコンの振動でもはやわかるのよね。なんかこいつ、あーみたいな。さっき竜宮のつがいの時やっぱ全然違かったから。あれ、これ鳥肌レベルじゃない？これどうだろう、これ鳥肌レベルじゃないかな。あ、待って、振動が違う。これ来たんじゃない、シーラカンス。よし、来た。プロコンの振動でわかるぜ。お前が来たってな。ありがとう、ありがとう。チュッ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 。どんこか。ちょっと鈴木メカついたんで川に流しますね。うわ、めっちゃ鈴木おるやん。もうまだマジで伊藤だけ。アサリ使うか。なんかね、ちょっとやっぱりね、ここで停滞してんのはバカバカしく思えちゃったんで、アサリ30個用意してるうちのとりあえず10個だけ使います。ここら辺でアサリ。あー違うね、逃がそう。もう違かったらすぐ逃がします。あ、待って、結構でかくない？あー、引きがブラックバスです、これは。あー、これ違う。あ、待って、あー、ヤマメか。あー、イエローパーチ。あー、待って、ヤマメめっちゃ釣れんな。どういうこと？てか、こっちの上側のさ、川全然現れないけど、魚影。この川は、ダメなのかな？川として、機能してないのかな？てか、こっち側に巻いたらどうなんだろう。あ、来た。おい、ヤマメ来い。イエローパーチ。あれ？え、待って。え？あ、これ、大岩根か。よかった。あ、待って、大岩根か。やった。嬉しい。オッケー。いや、びっくりした。今、伊藤かと思っちゃって、最初。そうだよね、大岩根ね。よし。オッケー。大岩根釣った。本命は伊藤さんなんすよ。これ釣れないとずっと3月にいることになるぞ、俺。わ、ヤマメか、また。もう、ダメだ。伊藤のために全部使おう。うん。あ、違うっしょ、これ。あー、これも違うでしょう。さよなら。この崖の上のこの川、めちゃくちゃアサリ落ちてるよ。もう水質汚染は半端ないですね、多分。時間合ってるよな。いやー、きっちー。アサリ集めるのしんどいんだよな。これ違うね。これアサリをずっと巻いてた方が効率いいよね、伊藤一点狙いなら。やべー、もうなくなっちゃう。逃げろ、ほら。うわー、30個全部使っちった。もったいね。いや、もったいなくはねえんだけどさ。このためにあるから。ちょっとアサリ集めます。で、30個以上使っちゃった場合は、もう普通にこっからね、タイムアタックの時間として計算していきます。足の元ってみんな知ってる。足の元ってみんな知ってる。来るたびさなと見思う。あ、待って、これ結構でかくない？え、待って、これ、あ、待って、これ絶対チョウザメだろ。でかい、これ。来た来た、やった、チョウザメだ。引きが強い。ない、僕やった。アサリ探してたらチョウザメ出てきた。やばい、お母ちゃんやった俺。よし、これで糸を釣りたい。この9個の餌で糸を釣りたい。いやー、たらめ。んー、違うね。違う。合ってる。糸をやっぱりこの時期に出る。で、しかもこの時間も合ってる。で、糸を釣るときは、やっぱり巻き絵がいいらしいんで、ちょっと、やっぱアサリ回収した方がいいっすね。たとえスカートの中のこのスカートの中、まだ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 スカートの中。よっしゃー。じゃあこれで3度目の正直負けさ持っていきますか。いやでも俺前作もさ、前々作も伊藤で苦しめられてんですよ。伊藤だよね、本当に。違う。天然の。あ、待って、でかくないこれ。え？
これブラックバス本気で行くわ。あーブラックバスだ引きが。えっ、待って、貴重貴重やっぱでかかったんだ。なんかちょっと鳥肌立ったんでね。え、待って、あっ、来た来た来た、しかも天然できたわ。結局マキエさん関係なかった。うわ、8個も余ってよかった。うわここまで2時間6分。あー嬉しい。ちょっとじゃあこれ寄贈して、次調べて何月かに飛びます。はい、というわけで、あれから3月から5ヶ月間家で引きこもりまして、はい、8月に来ました。あー、スマホ鳴ってるよ。ちょっとタイムアタックなんだって。頼む頼む。あ、いや5ヶ月前だよ。まあ1200円が振り込まれた。マメキチも、マメキチもありがとな、ほんと。俺が、こう、起きた、5ヶ月後に起きて、で、それ送ってくれたんでしょ？ありがとな、ほんと。さて、8月はもう、すっげーいっぱいまだ取れてないやつがあるので、もう手当たり次第、取っていきましょう。もうね、多分新規がザックザクなんで、もう多分これとかもね、新規じゃないかな。うん、全然見たことある。で、8月とか結構レアな虫いっぱいいるんで、あれ、あれ、虫じゃねえよ、虫じゃねえ。あ、もうこれザリガニとか新規ですね。はい。うん、全然釣れないじゃん。いいじゃん、もうプナとかもう散々釣ったよ。もうこの川から撲滅するぐらい釣ったわ。ブラックバスとかいいから、そういうブラックバスとかしょうもないのいいから。あ、タイヤクソしょうもな。タイヤの次、石か。今回夏で釣らないといけない魚の中に、崖上じゃないと いけない魚は確かいないんだよね。さあ新規来い。あ、やっとブルーギル釣れた。あと、なんで冬で全然釣れなくて、でかくねこの魚影。あーでもなんか手応えねえわ。ブラックバスでしたね。いやもう手応えでわかるんだよな普通に。そういえばまだ石台とか釣ってないね。あ、ハリセンボンだ。ナイス。オッケーオッケー。ハリセンボンね、ハリあんなままでさポケットにしまって大丈夫なのか主人公。結構いい引きだな。あー軽いか。で8月からは、橋の方に行かないと釣れないやつもいるんで、まあ、ちょっとねこっち側も探検していかないとダメですね。おっ、ナイス、タツの落としが、イエーイ。アジとかいいよ、アジとかいい。アジなんだよな。結構でかい魚影発見。サメじゃない？本気で来ました。よっとよっと、サメだわ。うわ、マンボウ。うわー、なんかマンボウめちゃくちゃリアルになってんな。俺マンボウそういえば釣ってねえわ今作まだ。あのね、あつ森、あ違うね、おい森か。ん、じゃん、おいでよ動物の森。あ、みんなおいでよ動物の森だよね。おいでよ、ん、おいでよ、ん、え、え、おいでよ動物の森の時にマンボウとかめっちゃ撮ってたんだけど、まあなんかね、あんなリアルじゃなかったね。うん。うわ、クワガタがいる。テンション上がるわ。夏のため池とか俺まだザリガニしか釣ってないからいっぱい取れんじゃない？いいの。ザリガニなんだよな。さて、そろそろ釣り竿補給でもすっかな。うわー、セミの音する。夏やん。すげえ、今もう暖房焚いてるのにガンガン部屋。俺お金使わないからさ、もう暖房をもうなんか部屋にガンガン焚くために金稼いでるみたいなとこあるわ最近。来い、新しいの。ゴミが多いんじゃこの島。え、ちょっと待って、全然取れないんだけど新しいの。うんー、おいかわね、おいかわね、おいかわいいね。あー、レアだけど、レアだけど、めでたいけど。あー、タツオも持ってるもん。鈴木なんだよな。これ石台であってほしいな。ハリ千本なんですよね。全然千本もねえけど。クソタレが。あまりクソタレっていう言葉とか使わない方がいいよ。本当に。あ、これ結構でかくない？お！ナイス！やった、赤いじゃなかったけど。そんなに詳細な額面じゃなかったけど。えい、ゲット。
多分川にもむちゃくちゃレアな魚多いんで、川もねちゃんとチェックしていかないとね。ブラックバスでもないよ本当に。川は多分いっぱいレアがいるから、もうここら辺で1匹ぐらい欲しいところではあるな。あ、おい、アユだ。ナイス。アユの塩焼きってバカうまいよね。俺大好きなんだけどさ、でも苦いのが食えねえから肝嫌いなんだよ。でもさ、肝がうまいって言うじゃん。で、肝食えたらなんか大人じゃないとか言うやつもいいんじゃん。死んだ方がいいよね。恋、恋しちゃったんだ。多分気づいてないでしょう。ハード食い、ハード食い。あ、来た。しゃあ、蝶々ウォーゲッツ。そうそうそう、こういう風にさ、もうトン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 、なんかあの雑魚系のは来てほしいよ。アメンボがいる。ハロー。アジはもうええて。ヒレ付き絶対ゲットする。本気でいくわ。ナイス。あ、なんだこれ。コバンザメ。コバンザメとかいるんだ。これ大クワじゃね。うわ、かっけー。いやー、昔小さい頃はねよく行ったんだよ、クワガタとかカブトムシ取りに。今行かなくなっちゃったけどね。なんかちょっと悲しいね。大人になっちゃめでたい。はい、というわけで、寄贈してきました。で、寄贈して、なんかリストを見てたんですよ、その魚のリストを。でもそしたら、なんか結構、その池で取れるレアな魚が今回多そうなんで、池1個増築しようかなって思うんですけど。いやー、タイムロスだな、普通に。ここら辺に1個でかい池作ります。なんかね、魚影が結構でかいから、でかいのじゃないとダメなのかなと思って、ちょっと1個でっかいの作りますわ。オッケーオッケー。まあ、こんな感じでいいんじゃないかな。オッケーオッケー。これで、早速、回りましょう。あ、ゆー。お、新しい。お、レインボーフィッシュ。いいね。あとは、まあ、ため池にいてくれると嬉しいんだけど。あ、やっぱでっかい方がさ、出現率いいのかな。あーね、出現して巻き込んだからな。やんなっちゃうな、このゲームは、本当に。1時ぐらいには寝たいな。1時だから、あと前、2時間？あと2時間でコンプできるかな。あー、石台。石台であってくれ。お、あった、新しいミノカサゴ。しゃー、ナイス。キュンです。お、ヒレだ。え、結構出るね。本気でいくわ。あー、コバンザメか。今なんです。データ久々にゲット。ため池になんかいますか。やっぱでかい方がいる。あー、ザリガニだ。やべえ、この島ザリガニしかいねえ。え、めっちゃないピンク色の虫いいんだけど。え、こんな虫いんの今。いやー、動物の森で結構ね、いろんなさ名前覚えるよね。だってゴライアスハナムグリとか今もずっと覚えてるもん俺。あん、うーん、ご賞味ください。ゲット。ご賞味ください。ご賞はくださいだろ。はぁ、全然いないんだが、魚。釣りすぎて死滅した、全部。あ、来た！やった！新規！熊の実！よいしょ！アンチョビ！ブルーケロ！新しいの来て、なんか。あ、来た！やった！カエル。俺、カエル好きなんだよね。カエルっていう生物めっちゃ好きでさ、ほんと。なんかね、心なしかね、おぉ、結構でかい！女の子の顔もね、カエル顔が好きなんだよね。うわ、やべえな。そろそろ2時間40分か。まあ、確かに5時間ぐらいはかかるかなって思ってたんだけど、なんか自分の予想してたペースとはなんか全然違う気がする。あー、ミノカサゴ。あ！あー、もう釣ってるよね、蝶々は。あー、タイ、夏めっちゃタイ釣れんな。続きか。うわ、やべえ、全然新規が釣れない。うわー、タイばっかりだ。ハリセンボン。タツオと、タツオと、あの街に、続いてる。お、来た！おっしゃ、ネオンテトラ、ゲット。今です。新しいのなんか来て。お？おっと！あ、ドクターフィッシュとかいるんだ。満タンになったので、一回リストアップと、寄贈行ってきます。ちなみに今どれぐらい図鑑溜まってんだろう。おー、まあまあまあ、でもなんか、わりかし、半分以上は来たかな？うん。あー、でもまだまだだな。体操の体型に開け。1、2、3。あー、ザリガンコ。うわ、ここの橋全然出てこねえじゃん。
ちょっと巻き絵するか。タイか。まあ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 。タイならちょっとなんかね、鈴木来るとなんか腹立つけど、タイだったらまあまあ。あー、腹立つ。タツオと、タツのお年子、アサリ食わんやろ。あー、蝶々王、南洋ハギ出ねえな。お前の獲物じゃない。こいつは俺のだ。あー、ザリガニならくれてよかったな。俺のあつ森だけ、めっちゃ、ほら、もうザリガニしか釣れねえって。俺のあつ森だけなんか嫌がらせされてんじゃないのこれ、プログラムとかで。なんか、もう夏のレアな魚は全部出さないみたいな設定になってんじゃないのもう。こいつは俺のだ。お、来たー、メダカ。あー、これ結構でかくない？あー、鈴木くせえな。鈴木なんだよな。はい、皆さんご賞はください。ゲット。このサイズはまだ希望あるね、新しいの。あー、ミノカサゴが。うわー、蝶々王もめっちゃ出るな。いやー、辛いわ。しっかり辛い、この企画。お、来た。っしゃ、ありがてえ、ピラニア。ナイス。これ、ため池、ちょっとさ、小さすぎて出てこれない説さ、まあ、あると思うな。二つつなげるか、ため池。広げまーす。よーしよしよし。これでため池に現れる魚が増えたはず。帰る。あー、やっぱ、出るね、ため池。こっちの方が。帰る。はい、というわけですね、さっき全然釣れなかった理由としては、午後、5時以降かな、から出るやつとか、まあ、なんかそういうやつらがいて、で、そういう条件が結構多くてですね、ちょっと時間変えました。5時にしました。で、5時にすると結構また違うものも釣れたりするんで、ここでいろいろ狙っていきたいと思います。早速でかくない？これ。今なんです。来い。頼む。幸先いい。おい、じゃあ幸先いいよ。あ、やっぱり時間帯結構あれだね。夏は時間帯が、結構関係あるわ。もう結構釣れていいんだからね。もう釣れちゃってよ、もう。君釣れたらもう水族館行きだからね。あ、これ売り場行きだ。うわー、この5時の音楽いいな。船多い。ちょっと一回レアな魚をさ、釣ってテンション上げていきたいところあるな。はい、皆さんご賞味ください。ゲット。あー、うぐい。ナマズか。お、やった、やっと釣れた金魚。イエーイ。あー、ここに来て金魚めっちゃ釣れ、ありがとう鳥さん。お、来た、ヒレ。ガチで行くわ。もうヒレとか分かってるからね。こう、あ、いい、カッペ、いいよ、いい。あー、やった。ピピ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 。今のはなかったことにしよう。うん。え、サメなんていなかった。サメなんていなくて。多分あれね、釣ってもね、また小判詰めみたいな、クソザコみたいなもんやろ、クソザコ。うん。あ、そういうこと。あ、クソザコ。あ、クソザコやん、もう。もう、あんたもう逃がして、カバーもう。カメ、カメ。ここにいたんだよな、サメ。タイかー。ほんと元気なくなってきた。3時間25分だよ、もう。あー、日暮らしが泣いてる。うわー、癒された。日暮らしのおとり、今めっちゃ癒された。川魚が意外と釣れてねえんだよな。お、来た来た、新しいの。なんだこれ、ティラピア。よっしゃー、ゲット。ティラピアも確かこの時間からしかいない魚なんだよね。カエルピョーカ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 、合わせてピョーカ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 、カエルピョコピョコミョブンだ、合わせてピョコプロだったのだよ。あー、いえ。ちょっと待って、これ何時間かかるのマジで。はい、皆さんご賞味ください。ゲット。今です。え、この芝アユ多くない？ゲット。いや、今調べたんですけど、なんかね、結構この時間あと残りレア魚ぐらいしか結構いなくて、ほんとガチレア魚狙いでいかないとちょっとしんどいかなって感じです。いや、ここが一番ちょっと正念場かもしれん。いや、ガチレア魚ばっかりなんだよな、釣らなきゃいけない。あー、来た、背びれ。いや、今回これ絶対逃さないようにしよう。うわ、マンボウかよー。うわ、だから蝶々をいらんって。アサリを持って桟橋行って、そこでめっちゃ釣った方がいいかもしれんな。
ちょっとアサリ探しつつ魚見つつって感じかな、これからは。わー来た、ヒレ付き。やったー、あーめっちゃ無言なしだけど来たー、久しぶりに。あーエンゼル飯来たー。あーやべえ、今ね、もう何も釣れなさすぎてね、もうね、無言だったよ、今もう。俺もう、ま、魂いってたもん、今。というわけで、巻き餌を作ったんで、12個ぐらい。これ、桟橋に巻いて、ちょっと桟橋でね、レアな魚狙いたいと思います。じゃあ、めっちゃここに巻きます。頼む。中ぐらいの魚影か。皆さん、ご賞味ください。あー頼む、なんか一個でも出てくれないと。おーやった、セビル来た。あー小判ザメだ。うわもうね、引きでわかる。え結構でかくないこれ。あーどうだろう。おー来た、しゃーナポレオンフィッシュ、いいねいいね。うわやっぱ巻き絵だわ。やっぱね、時間かかっても巻き絵がいいかもしれない。いやー、やっぱ巻き絵なのか。こうなると、巻き絵集める時間が結構そのネックになってくるね。あーね。いやー、僕がでもここで欲しいのはマグロとかなんですよね。あ、これも結構でかくない？頼む、来てくれ。お、引き強い、引き強い、結構。よっ！じゃあ、貸し切った。待って。あ、待って。やっぱ巻きすげえわ。あもうなんか巻きじゃないとダメな気がしてきた。もうなんか頼む来てくれ。え待って、連続連続、待ってやばいやばい、ラッシュ来てる、ラッシュ来てる。えシーラ、えやばくない、ええマジか。いやもうね、もうこの12個でもう3行き。おしかもセビル来た。お引き強い引き強い、マジか、嬉しい。マキエすっげえ。うわー、ジンベエザメ来た。え、待って待って、やばいって。え、もっと、もっとセビルやん。あ、引き強い、引き強い。うわー、まず。こんなにインスカってぐらい釣れるんだけど。え、マキエってさ、なんかさ、今釣れてないやつがなんかちょっと効果、確率が上がるみたいな。そんな効果あんの？ただの運かな本当に。いやーまあね、4時間経過していますが。あえ、待って、やった、何ヨウハギも釣れた。えやばい、巻き絵。だって今回、巻き絵12個で、と、1でしょ？ 2、3、4、5。新しいの5匹。マジか。いや、ありがってー。巻き絵作っては、もう、ひたすら釣るっていう戦法じゃないと、これ無理だね。ちょっと。あまりにもちょっとレアな魚を釣らないといけないから。これ結構でかくない？来い流れ来い。お結構強い引き。うっすっていう、これって確かドラドラってこいつ知ってんのすげえな。え待って待って待って、来てる来てる、流れが来てんだけど。え怖い怖い怖いぐらい流れが来ちゃってる。何何何この流れ。え、待って、魚影でかいよ、これ。これ、アロワナとかじゃない？え、待って待って。天気音波なんだけど。すっぽん来た。え、待って待って、やばいやばいやばい。え、怖いんだけど。何？何が起きてんの？俺の体に。え、何何？サンタさん？サンタさん降臨してる？俺、サンタさんに今年何頼もうかまだ決まってねえやん。ちょっとこれもう、寄贈して、もう、アサリを、もう、めちゃくちゃ大量に取ろう。で、あそこに巻き餌するしかない。はい、というわけで、寄贈してきたんですけど、マジで、あと他は、その、アロワナとかガーとかピラルキとか、めちゃくちゃレアなやつしかほぼいないんですね。なんで、もうこっからマジで巻き餌でやっていこうと思います。いや、なんか実は石台とかが一番なんか釣れた。やっと石台釣れた。待って、来てる来てる来てる。来てるよ、俺。そっか。4時間ぐらい魚釣りしてると、もう大体なんかゲームシステムが、お前はもうコンプさせてあげるよ、みたいな感じになるのかな？今ね、リアルタイム1位なんですよ。現実の時間で。
構そんなに騒げないしね。でもちょっと明日マジ仕事があるんで、さすがに2時前には終わりにします。2時前に終わりにして、ちょっとすいませんが明日に持ち越します。本当はね明日に持ち越す予定はなかったんですけど、ちょっと持ち越します。でもね、こんだけね今ね入れ食い状態が来てるとね、もうね続けたくなっちゃうね。でたまにピラルクとかアロアナがいないかちょっと確認して、もうこの影もいらないんだよね。もう多分これ多分恋だな。あとウツボとかとお会いしてないんだよな今。ウツボ一回も見てないよね。あ、え、待って待って、絶対あれ、絶対あれ、絶対あれ、あれだわ、ピラルクだわ。ワンチャンドラドって可能性もあるけど、え、あれはガチレア魚だわ。え、これは絶対確実に来た。え、心臓がやばいからちょっと待って、心臓やばいから止まれよ。頼む頼む、ピラルク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 だ。え、待って待って待って、え、4時間過ぎてからやばいんだが、え、4時間過ぎてから、何このラッシュ、怖いんだけど。うわマジか、よかった。うわピラルク、じゃああとアロワナと、アロワナが川でガーが、池。サーリサーリサーリ、あ、ソリ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 、あ、スコップ壊れちゃった。待って待って、まためっちゃでかい魚影があるんだけど、何あれ。まあ、正直もう川の最大魚影はいらないんだけど、うわこれまたレアだ、レアのやつだ。ドラドかピラルクか、どっちだ。あー、ピラルクだ。やばいやばい、入れ食ってんだけど、どういうこと。アロワナはまあブラックバスと同じぐらいの魚影、こんな感じかな。え、これアロワナだったらやばくない。これアロワナだったらマジなんかもう俺神が降臨してると思う本当に。え、アロワナだったらやばいよ、アロワナだったらやばいよ。あー、まあそううまくいや人生いかないよね。たまにはスズキでも釣るか。あー、なんか実家のような安心感があるな。てか全然ウツボに出会わないんだが、ウツボとか本当にいる、この世界に。花ウツボとウツボがいるんだが、じゃあまた12回ここで釣りをしていきましょう。あー、スズキか、タイか、スズコね。どうした、さっきの反動。ほら君はいらんよ、帰って。あ、来た来た来た、背びれ来たよ。あー、ジンベザメか。10回に1回ぐらいはなんか出るね、あの背びれ。あー、スズキね。あー、エイか。じゃあまたサリトリかな。あとはヒレ系の魚を探しつつアサリを取る感じかな。うわー、ヒレ来た、ヒレ来た、ナイス。アサリ回ってたらヒレ来たわ。手応えなしですね、小判ザメです。お、え、またヒレいるんだけど。え、あ、当たり強い、当たり強い、来たか。よっしゃー、ハンマーヘッドジャグ、種目ザメだった。お前のそのヒレ、どうヒレ、このヒレ、ヒレ酒、ひねくす、お前のすべてを、実家のような安心感、藤子に。いやー、これさ、化石コンプとかさ、虫コンプとかもやりたいんだけど、なんか心折れるわ、マジで、これ。よっしゃー、じゃあ、マキエさん巻くか。よいしょ。あー、それはね、ダメ。ここはラピュタの御前だ。消えたまえ。あ、石台だ。ラッキー。ウツボとか全然出てこんけんだよ。こんけんって何？デンデラリュウが出てくるこんけんやん、お前。誰が知っとるの、このネタ。はぁ？嘘？あの時俺どんだけ良かったの？うん。またアサリ集めないとじゃん。Thank you, ブラックバス。うん、ティラピア。ブラックバス。ハロー、ウグイ。あー、ウグイかー。うわ、来た、背びれ。あー、ダメだ、小判ザメだ。チクショー。え、ガチでウツボどこ行ったん？うわー、やべえ、なんだかんだでもう5時間ぐらい経つの？いやー、この海にウツボいねえしさー、ほんと。つらいよー。まあまあ。え、あ、これでかくない？これワンチャンガー説ない？ナマズンでしたー。うわー、これワンチャンアロワナ説ある。頼む！頼む、100度目の正直。あ、ドラド。うわー、ドラドか。まあ確かに今引き強いなって思ったんだよな。ティラピア。アロワナ、あ、アロワナザあるな、これ。この大きさアロワナある。頼む、頼む、マジで。ブラックバスやだ。やい、ほら来た、ほら行ったでしょ。ね、これはステラおばさんのクッキーだよ。あー、嬉しい。ステラおばさん嬉しい。ってことは、川はもうオッケーかな。
あとはガーだね、ガー。あ、ヒレ、ナイス。あー、ダメだ、小判ザメだ。よし、じゃあ14回分いけます、マキエさん。えいか、やべえ、小判ザメバカ多い。あ、え、あ、出た出た、ついにウツボ出た。いるんだウツボって。いや、いい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 、ナイス。いや、え、待って待って待って、こんだけレアな魚が出てんのにさ、こん、え、え、今来るんウツボ。いや、ありがたいありがたい、これでウツボが海にいることが証明できたわ。あー、引き弱、お、待って、え、あ、来た来た来た、あ、ナイスナイス。え、待って、あ、引き弱と思ったけど、よっしゃ、ロニアジェ、よっしゃ。あーあー、来てる来てる、マジは嬉しい、ほんとダメか。っていうか、いるんだな、ウツボってちゃんと。よかった。よかった。俺の島にもウツボがいてくれて。このままガー釣れちゃう。あ、待って、でかくない？これでかくない？これガーの可能性あるんだけど。あー、ガーじゃねえ。あ、ガーだ。あ、やっ、え？え？ガーだ。船で行ったでしょ？ガーだって。俺がここ来るって言ってたでしょ、ほら。え、待って、ウツボいるんだけど、寄贈終わって、なんか喋ろうとしたら。待って、これ普通にウツボだったら嬉しいんだけど。はい、ヒゲフンス。もうドラドをね、もうこの辺に飾っとこ。ピラルクもこの辺に飾っちゃうもん。ほら、もうこうやって。はい、というわけですね、今寄贈が終わってですね、残すところあと16種類ですね、はい。いや、あと16もいんのか。うん。で、ここまでかかった時間が5時間、今9分ぐらい、5時間10分ぐらいですね。で、今ね、リアルの時間が、2時ぐらいなんですよ。で、明日普通にちょっと、仕事というか、朝早いんで、ちょっともうね、今日はね、ぶっ通しでタイムアタックしようと思ったんだけど、いや、全然時間かかっちゃって、これ無理ですね。ちょっと明日に持ち越します。はい。いやー、でもね、本当になんか結構レア魚ラッシュがアサリで来てくれて、マジでそれで助かりましたね、本当に。いや、よかった、ほんと。うわー、マジであれ助かった。ほんとはぶっ通してやりたかったんだけどなー。あー、ウツボがいる、ナイス。あーっと、普通のウツボゲット。あー、これで15種類になった。じゃあ、キリが良くなったんで、ちょっと明日に持ち越して、明日またタイムアタック継続したいと思います。ここで一応時間止めて、また明日っていう感じですね。はい、というわけですね。まあ、タイムアタックだったんで、まあ、ぶっ通しやりたいと思ってたんですけど、ちょっとマジで、明日仕事があったんで、今からまた、再開します。5時間12分24秒からですね。はい、というわけでやっていきたいと思います。よし、開始。で、今ね、時間がですね、1時15分。で、1時15分は、まだ釣れてないやつがいるんですね。で、釣れてるやつが川にいるやつなんですよ、ほぼほぼ。ね、なんだっけ、グッピーとか、そこしか釣れないやつがあるんですよ。確かね、池にもいた。池にもね、ランチョウかな？ランチョウが、今しか釣れなくて。あ、ミスったー、しょっぱなミスった。そう、ランチョウこの時間しか釣れないんで、ランチョウとかグッピーとか、そこら辺を狙っていきたいと思います。いやー、ちょっとね、あ、あ、結構でかい。これ結構でかいね。これワンチャンカミツキガメとか、円形ドリーの可能性がありますね。ダラメ。結構順調に来てるからね、今。ダラメよ。カミツキガメ来い。うん。あ、いいサイズ、いいサイズ、いいサイズのがいるよ。で、池がさ、まだ釣れてないの結構いるから、池に巻き絵ありだよね、ワンチャン。あ、ミスった、普通に。で、あと、この時期に釣れてないのが、ノコギリザメとサメ。で、これが、PM4 時以降なんですよ、現れるのが。なんで、ちょっとこいつらを先に釣って PM4 時に行きたいと思います。で、マグロとかも一緒に釣っちゃいたいですね。あー、ティラピア、あー、ザリガニ。俺ザリガニ普通に食ったことあるんだけどさ、ドブにいたやつ意外とね、うまいんだよね、ザリガニって。なあ、まあでも、なんせそのあれなんですよ、身が少なすぎてやっぱり手間がね、身に対して、手間に対して身かがね、ちょっとね、見合わないんですよね。お、ピロニオド、ナイス。ザリガーリー、あいえ、おい、ガーワ。ちなみに今日8月の7日ね、砂場用の誕生日なんで、さっき住民に祝われたんですけど、まあ、5ヶ月間ね、何も喋ってないというか、家から家に引きこもってたやつの誕生日祝ってくれってね、なかなかみんな心優しいですね、ほんと。
あゆかで、メッキンじゃなくて金魚イスイ。あゆー、エンケンドリーって魚全然俺知らないんだけど。あ、待って、あっぶな。あ、お、結構でかいよこれ。雷魚とかの可能性あるんじゃないこれ。あー、恋かー、まあ、そう簡単じゃないよね、もうこっからは本当に。うわ、恋かー。どう、次のね、9月のから出てくるやつもね、まあ3匹ぐらいなんで、本当しんどくなってくるなーって感じますね、こっから。うわ、今気づいたんだけど、タイマー録画し忘れてた。うわ、やべえ、ミスった。今5時間23分02分ですね。さっき14分ぐらいから始めたから。やべえ、ミスった。ちょっと今からスタート。はい。あー、これワンチャンベタ説ある。これワンチャンベタ説あるよ。あー、もう、隣に置いてある昨日飲んだモンスターのも。あ、ワンチャンある、これ、ランチョウ。ランチョウ多分このサイズなんだよね。おい、二人、今そこで見てろよ。俺が釣るのをよ。そこで、じっくりと見てろ。ほら、ランチョウ釣ってっから。な、ランチョウ。俺さ、誕生日なんだよ、今日。おめえこのとこにいやがったか。すみません、こっちに越してきたの。挨拶がまだ済んでなかったよ。まだ全然挨拶済んでなかった、こいつ。5ヶ月前に引っ越してきてんのに。誕生日やんだよな、今日。誕生日に初めて話しかけてきて、誕生日プレゼントをもらおうとするというね、とんでもない、あの、島民代表でございますが、はい、ちょっとま、島の島民代表、ツナマヨです。ちょっと今ね、忙しいんでね、ほんと。ライギョ、ライギョ、頼め、ライギョ。ナイスライギョー、オッケー。ナイスライギョー、ナイスライギョです。よしよしよし、お、いいよいいよいいよ。幸先いい、幸先いい。ここからはね、もう5分に1匹釣っていければね、いいよ。10分に1匹でもいい。そうそう、だからもうこのサイズはああいうのよ。うん。これがグッピーのサイズか。おベタロ、よし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 、オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。てかめっちゃ綺麗だな、ベタ。そうなると、グッピーだよね、あと。グッピーがめちゃくちゃ小さい魚へ。で、ランチョウ、ランチョウこれ、ランチョウでこのサイズなのよ、多分。頼む、ランチョウ来い。デメキンも釣ってねえな。デメキンか、ランチョウ。デメキンか、ランチョウ。でかくない、この魚へ。ドラッド、もういらない、君いらないよ、もう。お、待って待って、もうドラド3匹目なんだけど、いらないいらない。ねえ、ドラドラ、ありがたみ、ありがたみなくなっちゃうよ、ドラがそんなに連れてるとさ。これデメキンの可能性あんじゃん。あ、逃がした、バカすぎ、ワロタンタンメン。もうドラドはもうこの辺に飾っとくわ。もう好き50に持ってって、ドラド。もうドラドいらん、もう。これ多分アユ。あ、そうだよね。もうこのサイズ多分アユしかいないから、もういいや。あー、グッピーチャレンジ、グッピーじゃない、デメキンチャレンジある。ハロー、デメキン。来た、よっしゃ、よっしゃ、ライスライスライス、いいよいいよ。で、これで一回溜まったから、これで一回ね、寄贈しに行きます。残すところ、あと、この時間は4種類っていうか、うん、そうだね、4種類ぐらいですね。あー、グッピー、カミツキガメ来い。グッピー来い。ドクターフィッシュはいいよ。これ、このサイズはグッピーある。え？レインボーフィッシュかいらねえ。あ、このサイズグッピーチャレンジある、グッピーチャレンジあるよ。来い、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 君ももういらないんだよな、魚影で。そのサイズいらないもん。あー、グッピーチャレンジ来た。もうレインボーフィッシュはいらん。海の魚を走り回って減らして川に、魚を持っていきます。来い、カミツキガメ、エンケンドリ。もうこの島のブラックバス何匹すれば気が済むんだよ、本当に。このサイズはどうなの、 どうなの、ザリガニなの。正しい清き行いがグッピーを生み出す及川。わびさびが大事、わびさびが大事、わびさびが大事、わびさび、わびさびのグッピー。え、本当にグッピーっている？あー、もうこの島はザリガニしかおらん。いや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 、ドラドの方が簡単なんだよな。無限大な夢の後の何もない世の中じゃそうさ愛しい。お前は今負けそうになるから、ステージが落ちないイメージだらけの、ポポ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 。恋だったわ。あ、雷魚じゃん。
ピエアッポッ。というわけで、まあ、グッピー以来、20分ぐらい、まあ、探したかなですけど、全然出てこないんで、ちょっとマジ、アサリ、マキエサ戦法に変えますね。多分、マキエサの方が早い。絶対早いと思う。ワンチャン遠近取りが噛みつけへんも来い。あー、ダメか。え、あ、待って。え、あれ遠近取りと噛みつけ飴 PM9 から AM4 やん。え、あ、絶対釣れねえじゃん。うわ、ミスって、うわ、うわ、バカだ、めっちゃロスした。うわ、最悪。こいつら PM9 から AM4 じゃん。俺 PM 今2でやってる。うわ、おわうわ、やべえ。ちょっと、そうとなれば早く時間変えよう。バカだバカだ、何してんだ俺。やべえ、頭おかしい。テンパって。テンパって。あ、違う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 。あん、あん、あん、あん。うわ、完全にマジやらかした。いや、PM9 やん。え、めっちゃ花火大会してる。え、待って待って。え、待って待って、今日花火大会やろ。え、めっちゃ花火してる。魚逃げるやん。やめろ、今すぐ打ち止めにしろ。バカだれ。っていうか、本当に遠見鳥とさ、あれじゃん、カミツキガメ、9時からじゃないと、釣れないと。釣れないのに、俺、AM2時で、あ、じゃあ PM2時で釣ってた。もうダメだ、もう頭が。30分くらいロスったんだけど。うわ、最悪。マジで。マジか。バカだな。バカった、マジで。で、ランチョウはとりあえずもう一年中釣れるから、うん、もうとりあえずランチョウはね、置いていきます。ランチョウはね、午前中しか釣れないんだけど、てかめっちゃ綺麗だな。うん、見てえな、花火。うん、花火めっちゃ見てえよ。ちくしょう、バカだれ。今日誕生日に花火とかめっちゃ最高やん。あ、ちょっと見ていい、ちょっと見ていい、時間ロスすることは分かってんだけどさ、ちょっと見ていい、どこどこ、どっちの方角、全然見れないやん。ねえ、遠見鳥、カミツキガメ、サメ、シュモクザメ、これが最後になります。でもうここはランチョウ釣れないからもういいとして、あと川だけだな。川とサメが、いるかどうかだよね。こっちにちょっと一回、あ、待って、これあるな、可能性ある、可能性ある。ナイス、見て、きた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 、噛みつきやべ、よっしゃ。トゥルントゥルルンテンテンテントゥレントゥ、味のしないチーズケーキピラークが釣れる、あなたの優しさが今も胸の中にあるわな。山田うどんのかき揚げ丼がうまい、山田うどん、アロワナ、そんなことアロワナ、もうドラドとアロワナは引っ込んでろ。てかピラルクも連れてんだけど、え、遠見っていうかさ、俺がさ遠見鳥って言ってた魚さ、全然名前違うんだけど、何これ、エンドリケリ、エンドリケリやエンド、お前さ、もう本当にレビューにくくない俺、言語チーズどうしてんの一体、よくそれで薬学部いけたね、本当にやば、遠見鳥遠見鳥もうやめよう実況待って全然エンドリケリ出てこないんだけど、タラバガニの鍋が食べたい、誰か俺に送れ、アロワナ3匹もいらない、お前はエンドリケリか、エンドリケリなのか、それともエンドリケリなのか、ブラックバス花火大会の曲めっちゃいいし、スポもめっちゃ可愛い、どうしようかな。もうなんか一回エンドリケリー諦めて、と、桟橋行ってマグロとサメを狙ってみようかな。うん。マキエサをね、ほんと使ってないんで、マキエサ今12個持ってるんで、そのマキエサでちょっと狙いに行こうかな、一回。さて、じゃあちょっとやっていきましょう。あー、ウツボだね。もうウツボ類はいらないんだ。逃がすか。あ、でっかくないか。ちょっと一回なんだか釣ってみよう。あー、タイか。タイとかね、このサイズね。はいはいはい。あー、スズキだよね。あー、じゃあ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 、ヒラメもいたな。ラストのこの一個で夢を見せてくれ。もう嫌い、全部。全部嫌いになっちゃった。
あーでもこの流れでこの大きさのこのエンドリケリーを釣ることによって俺は起死回生の一手を図る。エンドリケリーがいい。ね、待って、めっちゃ強い引き。これ、アルワナじゃない？ピラルンク4、もういいよ。お前はもういいよ。嫌いになりそう、この高級魚。自然さんさ、これ、何この変なこのさ、星型のコスチューム。これなんか一瞬、お前、混乱状態になってるのかと思ったじゃん。なんかめっちゃ星型になっちゃう。エンドリケリーが釣れればもうあとは海に集中できるんだけどな。お願い、お願い、いいよ。この引き、この引きなんだよ。エンドリケリー。タイヤなんですね。タイヤ感に行って。あ、待って待って、ヒレいる、ヒレいる。ナイス、ナイス、トゥミートゥ。引き強い、引き強いよ。来てくれ、来てくれ、頼む。うん、来てくれ。あーノコギリサメここで来てくれたが嬉しい。やべえ、これマジ思わぬ誤算だわ本当に。これでマジであと残すところサメ、マグロ、エンドリケリーで8月を、抜け出すことができます。ちなみに今リアルタイム俺の現実世界の方が、22時34分なんですよ。もう今日は寝不足なんで昨日やりすぎて2時ぐらいまでやっちゃったから、3時前ぐらいまでやってたから、ちょっとね寝不足なんで今日はねしっかり寝たいんだよな普通に。よっしゃー、餌ガチャ行くで。わべえ、小さいやつしか出てこない、どうしよう。お、でっかくないこれ。あ、浪人味でもこのサイズなんだね。もう餌なくなっちゃう、早いよ。うわ、ラスト違うね。うわ、ダメだよ。またアサリ探そう。アサリの旅に出ます。やべえ、7時間経っちゃった。7時間だとまあ、半日ぐらいは経ってんのか。半日今俺、あつ森やってるのと変わんねえのか。待って、ヒレいる、ヒレいる、あそこにヒレいる。引き強い、引き強い、引き強い。ちょっと一回見ない、俺。ちょっと一回見ないね、俺。何が釣れたかは。何が釣れたかも一回見ない。行くよ、行くよ。しゅっ。あー、ジンベエザメか。まあ嬉しいけどね。なんかでかいとさ、やっぱりちょっとテンション上がるじゃん。カッペー、マジ楽そうだな、お前、ほんとに。あー、違うんだよな。うん、違うね。それよりもっとでかい。よっ、背びれ来た、よっしゃ。あ、でかい、でかい、でかい、ちょっと待って。これ、引き強い、引き強い。ちょっと一回見ない、一回見ない、一回見ないよ。よっしゃー、僕やったよ、僕やったよ。これで国に帰れる。うわー、嬉しい、よかったー。なんか結構サメでこの後苦戦しそうだなって思ったんすよ。あー、セビレいる。一応釣っとこうか。もうフルコンプしたけどね、セレビ。セビレ。一応なんかセビレとか見つけたらね、釣りたくなっちゃうよね。お、すげえ。サメ2連チャンだ。あ、待って待って待って。俺見せた。そうだよね。マグロってさ、夏じゃないよね、旬。冬だよね。マグロ11月からだわ。うわ、ミスった、普通に。カジキだ。カジキが8月に釣れるんだ。うわ、見間違えてた。え、ってことは、海これで終わりじゃん。あ、よし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 、海これで終わり。あ、よかった、今気づいて。よかったよかったよかった。でも、サメはどうしても釣らなきゃいけなかったから、どうせね。だから、もう、釣っといてよかったわ。うん。オッケーオッケー。ロスってはない、ロスってはない。サメが釣れて、確認したからリスト。ロスってはないわ。いや、マジ、残すところめっちゃ少なくなってきたな。これ魚影でかくね。うわー、これどうせまたピラルクとかでしょこれ。あー、これ絶対ピラルクだ。ええー、ねん、お前はもう。うわー、エンドリケリーこそ餌じゃないと無理か。もう1点狙いやったらもう餌か。アサリちょっと持ってるから、このアサリでちょっと回してみましょう、ガチャを。よし、餌作ってきたんで。あ、いやいやいや、釣ってたか。伊藤の時とか餌入れてたような気がする。さそ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 。ちょっとさ、邪魔なんだよな君。君めちゃくちゃ邪魔なんだよな。クソ、捕まえてやる、ぶっ捕まえてやるけど、ぶっ捕まえるものがねえからお前の横素通りしてっからな。この辺ね、出ると見た。違うんだよな。はぁ、神様、クリスマスプレゼントでいい？なんで。あ、ラストラストラストで、そう、魚影来てくれた、いい魚影。お願いお願い。あ、来た来た来た。これエンドリケリー、これエンドリケリー。あ、うおーって、うお、エンドリケリー。あバナナチョコサンドにクリームあるの、なんかゼリーピースが挟まったもの。主人公のセリフがうおーっていうぐらいだから、なんか結構レアだったのかな。え、ってことはもうこの時代終わり、この時代終わりじゃない。ちょっと一回寄贈してリスト確認します。はい、というわけで寄贈し終わって、ちょっと一回
生き物図鑑見てみると、あとねほんと数種類、7種類、これがですね、バイク、鮭、キングサーモン、上海ガニ、ランチョウで、あとマグロとフグですね。で、この中で鮭とキングサーモンが、9月にしか釣れないんで、とりあえず9月に飛びます。はい、というわけで1ヶ月、タイムリープしてきて、9月に会いました。もう9月はもう、川でしか釣れるものがありません。ごめん、かばってる暇ないんだ。ごめんな、タイムアタックしてるんだ。もう河口にいてくれ。あ、もうそれ鮭なんじゃない、もうそれ鮭なんじゃない、もうね、それ鮭いいだったらもう幸先いいよ、本当に。オーマイゴッド、鮭サーモンありがとう。30分かかんないぐらいで次行きたいですね。キングサーモンは鮭よりちょっと魚影が大きっぽいからな。これなんか鮭っぽいな、また。そうね、鮭や。うわ、てめえ、今ほらね、ほら、なんでさ、一回釣れるとさ、すぐ釣れるようになるの。あ、ワンチャン上海ガニの可能性ある、これ。ほらね、もうシャシャンな上海ガニよ、お前もうマジ、もうずるいぞ、ズワイガニ、シャシャンな上海ガニって感じよ。バイク、あ、これ結構、これバイクじゃね？あ、何これ。あ、これバイク、あ、バイクじゃない、パイクね。なんかもう俺さ、名前間違いすぎなんだけど。もうパイク釣れた、上海ガニ釣れた、サケ釣れたっしょ。で、あと、もうあれだ、もうキングサーモンだけだ。よし、というわけで、餌を、とりあえずまあ6個ほど急ピッチで作ったんで、これを河口に、撒いていきましょう。いやー、このもうなんか6個ぐらいで出るんじゃないかな、みたいな。もうもうなんか結構ね、そういう感覚でいます。え、待って、これ絶対そうでしょ。頼むよ、頼む、頼む、マジで。あ、やった、え、マジか。あ、やった、こんな綺麗にいっちゃっていいんですか、先生。よっしゃ、え、あ、終わりました、終わりました、キングサーモン。いつでも釣れるんで、こっからはもう11月飛んで、最後、終わりにしたいと思います。それでは、行きましょう。はい、というわけで、11月にタイムスリップしてきました。これでマジで最後の月になります。あと3匹、頑張っていきましょう。フグは、海で、中くらいサイズの魚影かな？あれ、なんで川回ってんだろう？川はもういいんだよね。ちょっとアサリ拾いつつ行くか。絶対こっからはもうアサリが、マグロには絶対必要だと思うんで。あ、ランチョウこのサイズよ、多分。え、これランチョウだったらマジで爆アドなんだけど。ランチョウが最後やだな。きたー！俺は魔法になる。これで、あと、マグロとフグだけです。で、この DIY のやつ持ってって、もうあっちの桟橋近くでもう釣りまくります、もう。うわぁ、実家のような安心感。うわぁ、8時間切りて、7時間、今50分でしょ？あ、これフグじゃない？あー、でもまあ、この多分ミノカサゴの岩のサイズだと思うわ。ん？待って。これでかくない？やべぇ。心拍数が。あ、待って、引きてよ、引きてよ、来たんじゃないこれ。あー、そっか、この時期カジキも釣れるんか。だってもう、あっからさまにでかかったもんね。もう、来たって思ったもん。鈴木とはなんか近かった、やっぱ。あー、嫌な気分じゃないけどね。カジキ釣れてさ。あれ？待って、俺また大失態を犯してるかも。え？フグって PM9 から AM4？は？じゃあ今釣れねえじゃん。うわ、またやったよ、もうさ、もう、ほんとにさ、タイムアタックとか言ってよ、ほんとにさ、もう、準備準備のこと苦しめてるやん。マジか。時間を変えます。はい、すいませんでした。あーって、マジ、ほんとすいません。ほんとにさ、もう、この時間、てかもう集中力がね、めちゃくちゃ途切れ始めてて、もう全然読めてない。ほんとに、AM とか BM とかさ、もう、そこら辺しっかりしろよな、マジ。これで多分フグが釣れるようになるから。これであとフグとマグロ。マグロはね、マグロ大丈夫だよね。マグロ。マグロは何時でも大丈夫。橋の上だったら。あー、やべえ、タイマースタートしてなかった。辛いよ、早く終わりにしたいよ、これ。あー、これフグチャレンジあるね。今なんです。あー、釣れた。もう本当に。俺が悪いんだけどさ。いや、こんな簡単に釣れんの？え、これ5000ミリだよね。いやー、よかった、よかった、よかった。これでラスイチ。本当にラスイチ。マジで、マグロだけやと。いや、もう、あとマグロだけよ。もう魚影見たらわかるよ、マグロか。これカジキかマグロしか出ないからね、もう。
ラスト出るこれで。うわぁ、まあ、そんな甘くないよね。いや、じゃあアサリ集めします。もう海にある魚影も全部釣ってるからね。俺の方のリアルタイムがもうね12時31分なんですよ。もうね、昨日の寝不足と相まってもうマジで本当に思考がねおかしくなってきてるんで、もうなんか一生釣れない気してきた。ちょ、マジか。こんなところってまあ最後の最後だからあれなんだけどさ、多分もう巻き餌で50年以上してんじゃない。あー、こう帰ってきた時にこうふと桟橋にいないかな。あー、いないか。うわ、来ない。は？マジで言ってんの？嘘っしょ。ガチであと1時間ぐらいやんないと出ないんじゃないこれ。いやー、もうあと1時間はアサリガチャするね、あれでいかないと、気持ちでいかないと無理だわこれ。はい、いや、もう24個作った餌、もうマジこれで出てくれ、頼む。マジで本当にもうつらい。いけ。あ、でかいくない？え、来た。ちょっと待って。いや、わかんない。え、でかい気がするけど。あー、でもこれは、あれか。どうだろう。わかんない。ちょっと本気でいくわ。どうせ釣った時のね、振動でわかるんで。全然気づいてくれない。全然気づかないってことは、つまり大物の可能性ある。強い。来た。待って、見ないよ。頼む、マジで行くよ。本当に。行くよ。あ、終わった。来た。うれしい。ってことは、よっしゃ。釣ってどれ魚たち全部釣り上げた。よし。24個作って23個余ったけど。さ、まあいいでしょ。でも、いや、もうでも全部釣れた。もうこれだけでも十分よ。これを寄贈して、タイマーストップですね。マグロっすよ、マグロっすよ。いいっす。はい。これなんか最後のなんか特殊なセリフあるんだから。お、揃いました。完成っすよ。めでたい、マジで。足を向けて寝られませんでした。ご協力ありがとうございました。なんかあるの？あ、でもほんとこれで終わりなんだ。うわー、なんか、金のさ、魚、釣り竿とかさ、ないのかな？あ、待って、タイマーストップ。はい。これで、タイマーストップで、9時間54分52秒ですね。まあ、数分少しタイマーね、伸びちゃったところもあるんですけど、まあ、だいたい10時間で、フルコンプしました。うわ、めっちゃ、これもう編集もバカ大変なんだけど、この後。あ、でもよかった。全部これで。ちょっと見よう。これ、生き物図鑑。うわ、来ましたよ、見て。もうなんかもう、海の幸とかもう、ね、もう虫とかマジ皆無だけど。もう魚焼きは全部ありますから、ほら。いやー、現実世界が1時47分です。いや、もう本当に、いやー、よかった。2時突入しなくてよかった。もう寝ます。だー、というわけで、皆さんも、もしね、魚コンプしてえなと思ったら、まあ大体10時間ぐらいが目処になるとね、考えたわけです。アサリはね、350個ぐらいは拾ったんで、まあ覚悟してください。というわけで、次はね、多分海の幸とか、多分虫もやると思います。はい。それまでね、お楽しみにお待ちください。じゃあな！